皆さんこんにちは。日本バトラー&コンシェルジュ株式会社代表取締役社長の新井直之です。今日は富裕層のお客様とお話をする姿勢について語っていきたいと思います。バトラー執事がですね、富裕層のお客様からお話を伺う、あるいはお客様とこうご面談ご面会をするというケースあります。この時にですね、富裕層のお客様ですんで、そういったマナーであるとか、振る舞い、そういったものがですね、やはりお客様側も非常に洗練をされていますし、お話をお伺いする姿勢であるとか、お話を聞く姿勢、そういったものに気をつけなければなりません。富裕層向けのサービスであるとか、営業をやっている方々だけではなくて、重要なビジネスであるとか、大切な人とお話、面会をする、面談をする、そういったケースも非常に役に立つんじゃないかなと思います。この背もたれある椅子がありますが、この背もたれは使ってはいけません。基本的には背もたれを使わずに9割か8割ぐらいの座椅子を使うようなイメージで座っていただくということですね。で、背筋を伸ばしてお話をこうお伺いするということです。これ座り方っていうのはね、結構重要でして、こうやってんのとこうやってんのはイメージ全く違いますよね。こういった背もたれにこう乗っかってしまうと楽は楽なんですよ、自分としては。ただイメージ的に偉そうに見えません？私がこうやってお話してたら何なんだと思いますよね。ですので、こういった話を聞く場合は背もたれに寄りかからないというのがポイントです。背もたれはね、もう皆さんないと思ってください。これがまず1点目ですね。話を聞く姿勢です。で、2つ目なんですが、手の位置ですね。手の位置よくやってしまうのはですね、小つぶれをついて、なるほどってやってしまうんですね。これは NG です。肘をテーブルに作ったら非常にこれマナーの悪いものの一つなんですね。もちろんね、偉い人が、なるほど、分かったよって、これはいいと思うんですよ。ただ、やっぱりですね、お客様相手であるとか、外部の方のお相手の場合はですね、やっぱりちゃんとこの肘をつかずに聞くということですね。で、あともう一つ、この椅子を斜めにして聞く、話を聞く人っていうんですね。こんな感じですね。これも NG です。仮にお客様はこう横にいる場合は、体をお客様の方に向けてお話をお伺いするというのは大原則です、はい。そして最後ですね、腕組み。これね、腕組みってね、一見良さそうに見えるんですよ。なんか考えてるように見えるんですよね。ただこれというのは相手を拒絶するポーズなんですよ。ですので腕組みはやってはいけません。じゃあ腕組みどうしても出ちゃうんですよとか、どうしても頬杖ついちゃうんですよとか、どうしてもこう顎に手いっちゃうんですよって方いらっしゃると思います。人間はやるなって言うとやりたくなるのが心情です。ではどうすればいいか、これをね、防止する方法があります。お客様の話を伺うときは、もうポーズを、このポーズっていう決めるんですね。何かっていうと、ノートを広げて、書くことなくてもですよ、書くことなくてもこれで取る姿勢で、あ、そうですか、そうですか、ノートの上に手を置いて話すと、これも一つなんですね。違うことをやった方がいい場合もあります。癖を直すためには、その癖をやるなではなくて、違うポーズを取るんだぞというふうにですね、していただくと、その癖、悪い癖っていうのはですね、治る傾向があります。これ非常にいい話があってですね、よくネズミがテーマの、ネズミが主役のテーマパークがあります。で、こちらのテーマパークなんかも、面白いなと思ってるのは、例えばパレードの時とかですね、後ろの方見えなくなっちゃいますね、立たないでくださいではなくて、しゃがんで拍手をしましょうってやるんですね。別のことをやっていただくんですよ。何かやるなーではなくて、別のことをしていただくと。やってほしくない行動を回避できるっていうポイントがあります。これ以外もね、いろいろとあるんですが、お客様のお話を伺う姿勢っていうのは、そのお客様への誠意であるとか、どれだけ自分がお客様のことを大切にしているかっていう、視覚的に現れる部分なんですね。これだけで信用信頼が変わるわけではないです。ただ影響を与えているのは事実です。ですので、このいろんなね、他の動画でもありますが、信用信頼いただくためにはどれをやればいいってわけじゃなくて、全てをこうやっていくとですね。ですので、小さいことをきちっと誠実にやっていく、これが実は信用信頼をいただくための視覚効果であり、そして自分自身もお客様に対する信用信頼を守ろう、そして実践していこうっていう体の表れでもあるんですね。今日のお話いかがでしたでしょうか。一つ一つはね、些細なことかもしれませんが、この些細なことを確実にやっていく、それが大きな信頼を作るコツでも
あります。ぜひですね、この動画面白いなとか役に立ったなと思っていただけましたら、あのチャンネル登録、そしていいねボタン、あとですね、通知ボタンを押していただくと、あの別でやっているライブですね、突然始まるあの YouTube ライブの方もですね、通知が来るようになりますので、ぜひそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。